彼女と子供がいるから離婚だ。血がつながってない嫁には遺産相続の権利はないからな。勝ち誇った顔をしてそうやって私に言ってきた夫。だが私だってただ黙って言いなりになっていたわけではない。私はまっすぐに彼を見てこう言い返してやった。遺産は全額私のものですが、私の名前はかすみ、45歳の専業主婦だ。夫の強しとは結婚して10年になる。普通の夫婦なら記念すべき結婚10周年なのだろうが、私にとってはもうそんな月日が経ってしまったのかと絶句する年月だった。私は夫と合コンで出会った。当時は会社員で仕事が忙しいのに職場でいい出会いがなくて、なかなか彼氏もできず寂しい日々を送っていた私。すると友人に誘われて行った合コンで強氏に猛アプローチを受けたのだ。彼は私と同い年で、彼から話しやすいと言われてデートに誘われるようになった。私はしばらく彼氏がいなかったので、恋人とはどういう感じで接すればいいのかとか分からず、しどろもどろになっていたのだが、彼はそんなことを一切気にせずに私をリードしてくれた。そんな頼もしいところに心惹かれ、私は彼のことがどんどん好きになっていった。そして交際がスタートし、順調に仲を深めていった。それから半年後、彼は私にプロポーズをした。まだまだ期間的には短いって思われるかもしれない。だけど俺にとってかすみ以上に大事にしたいと思える人はこの先絶対に現れないと思う。だから誰かに取られてしまう前に俺と結婚してほしい。力強くプロポーズの言葉を言ってくれた彼にときめいた私はすぐに承諾した。こうして結婚することになった私たち。だが結婚が決まってから彼にこんなことを言われた。実はさ、結婚したら仕事を辞めてほしいんだ。え？どうして？母さんの介護が必要な状態でさ、そのサポートをしてほしいんだよね。え？私は絶句した。そんな大事なことはプロポーズをする前に言ってほしかった。後出しのような感じになってごめん。だけど俺はかすみへの思いを抑えきれなくて先に結婚を申し出てしまったんだ。つよし、本当にごめん。だけど協力してほしいんだ。父さんを去年に亡くしてから本当に大変でさ。そうなんだ。義父が亡くなっていたことは知らされていたが、介護のことは聞いていなかった。私はものすごく悩んだ。もし義母がとても意地悪な人だったらどうしよう。嫁いびりを毎日されたらどうしよう。まだ会ってもいないので私はとても不安だった。とりあえずお母さんと会ってから決めていいかな。彼のことを疑っていたわけではない。きっと切羽詰まっていたのだろう。だが結婚する前にちゃんと大事なことは確認しておきたい。彼は、そうだよね、と不安そうにしながらも了承をしてくれて、まずは私は義母に会いに行くことになった。私はとても緊張していたのだが、義母は温かく私のことを出迎えてくれた。わざわざ来てもらってありがとうね。こんな状態でお出迎えすることになって申し訳ないけど。義母はものすごく優しくて、私にものすごく下手に出ていた。あまりにも丁寧なので逆に恐縮してしまったほどだ。それから私たちはいろんなお話をしたのだが、義母は終始笑顔でとても感じのいい人だった。私は一瞬にして義母のことが好きになってしまった。実は私はすでに両親を亡くしている。幼い頃に母を事故で亡くし、父も病気で数年前に亡くなった。一人っ子だった私は兄弟もいないので完全に一人きりだった。だから彼の親を大切にしたいという気持ちも理解できた。そして義母と会ってみて、私はそれに協力したいと思った。私は改めて彼との結婚を承諾し、結婚後に仕事を辞めて家庭に入ることに。彼は本当にありがとうととても喜んでくれた。こうして始まった結婚生活。最初はそれなりに幸せだったと思う。夫は定時で帰ってきてくれて、私のことを気遣ってくれた。介護どう？辛くない？
家事もしてくれてありがとうね。そうやって優しい言葉をかけてくれるので、私は愛されているという実感があった。だがだんだんと夫は私に対して優しい言葉をかけなくなった。なんていうか介護をすることも家事をすることも当たり前だろうという雰囲気を感じた。それどころか日に日に私への扱いがひどくなっていった。おい、なんでビールがキンキンに冷えてないんだよ。ごめんなさい。いつもならもう少し遅くに帰ってくるから冷凍庫に入れておくのが遅れて。言い訳してんじゃねえよ。専業主婦なんだからそういうとこちゃんとしろよな。夫は自分が食わせてやっている、自分が稼いでいるという点から自分の方が偉いと思っているようで、亭主関白的な態度をよく取るようになった。こら強し、あんたなんて口を聞いてるんだい。かすみさんは私の介護をしながら料理や掃除をしてくれてるんだよ。それについてもっと感謝をするべきだろう。それなのに文句を言うなんてありえないよ。義母はよく私をそうやってかばってくれた。夫も義母に怒られるとそれ以上は何も言ってこない。だが義母が部屋で寝ている時とかにぐちぐち文句を言ってくることが多かった。母さんを味方につけてるからっていい気になるなよ。お前が家事をちゃんとやれてないことには変わりないんだからな。甘えないでもっと成長しろよ。私の頑張りなど全く見ようとしない夫。いくら義母が注意したところで自分の態度を変えようとしないのだからどうしようもない。私はそんな夫を見て離婚も考えたのだが、そうすると義母が一人きりになってしまう。きっと私がいなくなると夫は義母を適当な施設に入れて放置するだろう。そうなったら義母は一人きりだ。施設の環境は場所によってピンキリだから、いい場所を選ぼうとすると値段も高いし、入居もできるタイミングもかなり先になるだろう。そしてせっかく義母と仲良くなれたのに見捨てるなんてことは私にはできなかった。その頃にはすでに結婚をしてから2年以上が経っていたので、義母とも良好な関係を築けていた。2年以上も仕事から離れていた私を正社員として雇ってくれる会社はほとんどないだろうし、私はいろいろなことを考えた結果、離婚せずに夫との結婚生活を続けることに。だがその後も夫は私に対して罵倒を続けた。もちろん介護は手伝わないし、家事だって一切しない。私はまるで家政婦のようだった。義母と二人きりでいる日中の時間が何よりの癒しだった。土日だって夫は私に全部丸投げして友人と遊びに行ったり一人で出かけてしまう。義母はよく夫に注意して夫婦の時間を取るように言ってくれていたのだが、夫は聞く耳を持ってはくれなかった。結婚して5年以上が過ぎた頃には完全に私たちはただ同居しているだけのような状態だった。子供がいない状態で本当に良かったと思う。夫ならきっと子育てだって私に全部押し付けていただろう。そうなると家事に介護に子育てに一人で全部やらなければいけなくなる。そんなことは絶対に無理だ。私は夫のことは完全に諦めて義母の介護に集中することに。それからあっという間に時が過ぎ、気がつけば結婚をしてから10年が経っていた。そんな中、ある日義母が体調を崩してしまい、病院に運ばれた。一命は取り留めたものの、入院が必要な状態に。医師からはいつ亡くなってもおかしくないと言われてしまった。それからは私は毎日義母の見舞いに行った。そこで義母は私にこんなことを言ってきた。見舞いには毎日来なくていいから、働き口を探しなさい。でも、私がいなくなったら、あの子はあなたのことを捨てるつもりよ。え？突然義母がそんなことを言い出したので私はびっくりしてしまった。どういうことですか？実はね、私聞いてしまったの。休日にかすみさんがスーパーに行ってる時のことよ。あの子は私が眠っていると思っていたのでしょうね。不倫相手らしき女性と電話をしていて、私が亡くなったらあなたを追い出してあの家に一緒に住むなんてことを言っていたわ。そんな。私は絶句した。
いくら夫婦仲が冷え切っているからといってそんな一線を越えるようなことはしてはいけない。私は一気に夫に対しての怒りが湧き上がった。そしてすぐに更新所に調査を依頼して証拠を集めてもらった。それから義母に言われた通りに仕事も探した。この10年間の経験を生かして私は介護職の仕事に就くことに。運よく条件のいい会社で介護の仕事もさせてもらえることになった。私は弁護士にも相談し、夫と離婚する際のことなどについていろいろと準備を進めていった。そして義母とも残された時間をなるべく一緒に過ごせるように合間を縫って見舞いに行った。あすみさん、あなたに会えて本当によかったわ。あなたがいなかったら私は強しに疎まれて寂しい思いをしながら死んでいったでしょう。たくさんの愛を私に注いでくれてありがとう。お母さん、感謝をするのは私の方ですよ。お母さんがいたから私はこの10年間を過ごせました。これからのことだってお母さんのアドバイスのおかげで何とか乗り切れそうです。私にとってお母さんはもう一人の本当のお母さんと言うべき存在です。今まで優しくしてくれて本当にありがとうございました。私と義母は最後にこのような会話をしてお別れとなった。義母は笑顔で亡くなったので、私が最後を見届けることができてよかったと思う。ちなみに夫は一度だって義母の見舞いには来ていない。本当に最低な人だと思う。そして義母の葬儀についても準備や手配をすべて私に任せ、喪主の時だけは母親思いであることをアピールして同情を誘っていた。そうやって嘘をついて周りからの称賛を得ようとする姿にヘドが出た。この人には容赦しなくていいな。そんなことを思っていると葬儀が終わって家に着いた後に夫の方からこんなことを言ってきた。お前はもう用なしだから出て行け。え？どういうこと？お前はただの母さんの介護要員だったんだよ。誰が好き好んでお前と結婚するかよ。そんな、いきなり何を言ってるの？まあすぐに受け入れられないのは仕方ないよな。だけどすぐに出て行ってくれ。ここには俺の新しい嫁と子供が来る。は？彼女と子供がいるから離婚だ。さっさと出て行けって言ってんだよ。夫はそのように叫んだ。義母が亡くなり介護の必要がなくなったので本気で私を追い出すつもりのようだ。ああそうそう、何か金をもらえるとか思うなよ。血がつながってない嫁には遺産相続の権利はないからな。母さんの遺産は全て俺のもんだ。勝ち誇った顔をしてそうやって私に言ってきた夫だが、私だってただ黙って言いなりになっていたわけではない。私はまっすぐに彼を見てこう言い返してやった。遺産は全額私のものですが。ああ、私の発言に目を丸くする夫だが、すぐに声を出して爆笑した。お前アホか。血がつながってないし養子に入ってるわけでもないのに遺産をもらえるわけないだろ。そうね、普通ならね。まあ今私たちだけで話していてもしょうがないから、後日ちゃんと弁護士を交えて話しましょう。ああ弁護士、そんなの必要ねえだろ。残念だけどそうはいかないわ。お母さんはちゃんと遺言書を残していたの。ああ、それはお母さんが依頼した弁護士が持っているわ。だからちゃんと弁護士を交えて話し合う必要があるわ。夫は途端に動揺し始めた。遺言書には何て書いてあるんだよ。さあね、勝手に開封することはできないから知らないわ。くそ、面倒なことになったぜ。夫は思っていた流れにならずに焦っていた。そして後日弁護士を交えて話し合いが始まった。こちらがお母様が残された公正証書の遺言書です。あ、早く読めよ。夫は焦っている様子だった。まさか義母が遺言書を残しているとは思っていなかったようだ。自分が全ての遺産を受け取って私と離婚して終わりと簡単に思っていたようだ。弁護士が封筒を開けて遺言書の内容を読み上げる。その内容とは、遺産の全てを私に相続させるというものだった。ああ、叫んなよ。そんなの納得いかねえぞ。
どうして俺が一銭ももらえないんだ。夫は顔を真っ赤にして怒鳴り散らした。だが弁護士さんはそういう状況に慣れているのか、淡々と説明をした。10年もの間、かすみさんが介護をしていました。その間、あなたは一切介護を手伝うこともせず、あろうことかかすみさんやお母様にきつく当たっていました。そのような状態が長年続き、お母様は遺産の相続人からあなたを外し、すべての遺産をかすみさんに相続させることにしたのです。そんなの納得しながらな。せめて遺留分ぐらいは何が何でももらうぞ。夫はそのように叫んでいたが、次の話で一気に顔を青くした。じゃあこの話は家庭裁判所に持って行って判断してもらいましょう。だけどあなたの不倫については慰謝料をもらうからね。え、慰謝料？当然でしょ、あなたは不倫をしていたんだから。ちょっと待てよ。遺産がもらえるかわからない俺に慰謝料を請求するっていうのが。何甘えたこと言ってんの。不貞を犯したんだから当たり前でしょ。それにこの10年間あなたは私のことを罵倒し続けた。その記録や音声は日記などでたくさん残しているわ。だからモラハラとして訴えて慰謝料を請求するから。そんな。私はあなたを絶対に許さないからね。しっかりと罪を償ってもらうわ。夫は顔面蒼白の状態でうなだれていた。たとえ遺留分をもらっても慰謝料で相殺あるいはマイナスになるだろう。その後弁護士を通して私は夫と離婚した。そして夫と不倫相手に慰謝料を請求した。ちなみに家庭裁判所の審判の結果、夫は相続から排除され遺留分すらもらえない状態に。また私がモラハラを受けて訴えた分の慰謝料は認められ、夫は不倫とモラハラのダブル慰謝料を私に支払うことに。で、必然的にあの義実家は私のものだ。つまり夫は住む家すら失ったのだ。夫は慌ててアパートに移り住んだようだが、そんな狭い場所で借金まみれの人とは暮らせないと不倫相手に振られてしまったらしい。だが養育費は請求されているそうで、元夫は借金まみれの状態で一人寂しく孤独な生活を送ることになった。自業自得だし本当にいい君だと思う。一方、私は介護の仕事を頑張りながら、慰謝料と給料のおかげで安定した生活を送ることができている。しかも義母から相続した遺産はかなりの額だったので、相当に貯金もできている。そのお金には一切手をつけずに老後のお金だったりに充てようと思う。そして自分の人生を大事にしながら毎日幸せに生きていこうと思う。介護と家事をさせるために結婚したなんて最低な男ですね。そんな男にはもっときつい制裁を加えてもよかったと思います。でも義母がいい人でよかったですね。主さんにとってそれだけが救いだったと思います。結果的に生活には困らないだけのお金は手に入れられたようですし、これからはゆっくりとした時間を過ごして幸せになってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。